これが大表？ゴール前の連携が取れてない。前の試合の上田と GK も同じ。ゴール前で声かけできない GK はダメだよ。とりあえず森保解任してチーム作りし直さなきゃ先に進めないプレイヤーは史上最高な状態にあるのに監督が足を引っ張ってる。金輪際高が親善試合で調子に乗らないようにね。ザイオンは技術的に下手くそなのはまだいいとして、判断力がクソなのもまあいいとしてコーチングとかまるでしてそうなのは何なんだ。キーパーはただの置物か？板倉は試合中どんどん具合悪くなってるのにつける距離なんだから聞きに行けよとは思った。びっくりするくらい弱かったな。交代しても何も変化させられなかったし時間の無駄だった。勝てなきゃファンも離れていくだけ。負けたのはもちろんダメとして収穫らしい収穫がほぼ何もない大会になってしまったのが一番ダメだな。新たに台頭した選手もいないし無理やり上げればマイクマくらい新しいやり方も特にない。ただただ普通にやって普通に負けた。これで相変わらずのクラブで個人個人がで済ませたらやばいね。ザイオンは富安とか板倉とか叫べよ。ボール溢れたと聞いた倉富安ザイオンの全員が一瞬判断遅れたの見て絶対失点すると思った。スローモーションに見えたわ。よりによって地上波で放送した試合で連敗したの草生える。これで史上最強ってマジっすか？監督変えて済む話かはわからないが違う監督で見てみたい。この負けで何かを得るとしたら監督交代。板倉が富安ブロックした上でありえない状況で足出してるのじわじわくる。イエスマンしか集めないからこうなる。ザ、イオン。ザイオン育てようぜ。